そろそろ時間だけど。あ、草薙さん、遅くなっちゃってごめん。うん、バンドの練習もあって忙しいのに来てくれてありがとう。気にしないで、草薙さんとの歌の練習はすごく勉強になるし。じゃあ改めて、星野さん、明けましておめでとう。今年もよろしく。明けましておめでとう。こちらこそよろしく、草薙さん。やっと挨拶できた。海でショーをやった時はバタバタしてて、ちゃんと挨拶できなかったから気になってて。さっきから聞いたんだけど、あの日他の場所でもたくさんショーをやったんだよね。うん、山にスキー場にショッピングモール、そこにいるお客さんの雰囲気も違ってて、反応もいろいろだったから面白かったよ。反応って言えば、私たちが参加させてもらったショーはお客さんの歌に合わせてダンスを変えてたよね。うん、アドリブだったから結構大変だったけど、いい経験になったよ。すごいな。私なんて急に司さんに指名されて一瞬どうしようってなっちゃったよ。あの流れじゃそうなるのも無理ないと思う。でも星野さんがいい感じの歌を歌ってくれたから、その後のダンスすごく踊りやすかったよ。それに周りの人たちも星野さんの歌を聴いてどんどん集まってきてくれて、急に指名されたのにあそこまでしっかり歌えるなんて本当にすごいと思う。そうかな。うん、そうだよ。ありがとう、草薙さん。どうしよう。話したいこと、終わっちゃった。あとは。草薙さん、いいかな？うん、何？もし興味があったらなんだけど、今度また、私たちの演奏も聞いてほしいな。渋フェスでちょっと聞いたけど、ライブハウスのイベントとかはまだ見れてないもんね。興味はすごくあるよ。ショーの公演日じゃなかったらライブにも行ってみたいな。本当？うん、ちゃんとライブハウスでバンドとして歌ってる星野さんたちを見たいな。ありがとう、草薙さん。次のライブ決まったらすぐに知らせるね。うん、ありがとう。でもライブハウスってなんか緊張するな。大丈夫だよ。怖いイメージがあるかもしれないけど、私たちが歌わせてもらってるところは全然怖い感じじゃないし、きっと楽しんでもらえると思う。ありがとう。それじゃあ今年の目標の一つに星野さんたちのライブを見に行くっていうのを入れておくね。うん、いつ来てもらってもいいようにしっかり練習しておくよ。じゃあ今年最初の練習を始めようか。うん、お願いします。